キチャンネル。こちょ、1ヶ月総チェック。今日はドラゴンズロッテ編でございます。ねえ、ドラゴンズ今3位。あれ何予想だったっけ？僕2位っす。あら、ああ、じゃあ予定通り。予定通り。ちょっと下がりましたよね。ああ、首位だったからだ。ちょっと息切れ？ピッチャーが疲れてきたなーっていう。ちょっと、はい、ね、今11勝10敗2分け、貯金1、ね、チーム打率2割3分7厘、セ・リーグ3、うん、夢のようやな。ホームラン7本は、セ・リーグ5位、でも打点51はセ・リーグ最小だよ。そう考えると、得点圏打率が2割4分7厘、セ・リーグ3位、あ、じゃあいい感じだね。フォアボール少ないな、41、ダントツ最下位やで、うん、早打ち傾向か、はい、まあでも、まあでもヒットが出てたらいいけどな、やっぱここら辺はもうここからもうちょっと粘り強くいかなきゃいけないかも分かんないよね、うん、でも三振も、まあ、ちょっと多いかぐらいかな、代打、うん、成功率1割3分3厘、今年も代打成功率悪いね、中地もやくなったしな、怪我でねえ、折れちゃったっすもんね、うんうん、やっぱ打撃陣はでもやっぱりね、まあ、怪我したけども高橋周平の功績大きいな、ね、うん、やばい、痛かったな、かなりいいところでいい活躍してたのね、うん、あと田中美希やね、守備もいいしな、ね、あのセンターから右打ち、はい、足もあるし、これもう荒木の後釜に行けるように頑張るしかないね、ここからだから、ここから踏ん張りのところで、ね、疲れてくるからね、うん、ここで打率落とさないようにしっかりできるかどうかっていうところと、あとは村松もね、売ってるけど、ここら辺ね、ショート、山本が出たりとか、まあ、いろんな選手が出ながらも、その選手がいい形で活躍してるよな、そうですね、去年はなんか、誰使っても一緒みたいな感じだったけども、あの今年はいい意味でのね、誰使ってもいい形でね、いい味出してるなっていうね、あとやっぱ中田でかいな、でかいですよ、かなりでかい、得点つかめるもん、2割6分、10打点、2本塁打、はい、いい形で追い込まれたのは右打ちね。ああいうのが細川とかにも伝授されてるのかな、なんかするよな、追い込まれたから右打ちね、いい形で、この前もチャンスでセカンドライナーだったけど、いい形のコンパクトに右打ちしてたから、そこら辺はチーム内影響もいい形で出てるのかなっていうね、で外野岡林がやっと来てね、ここから上がってくれるかどうか、ちょっとね、ちょっと全体的に外野がね、細川が頑張ってるけども、全体的にね、大島も出るか出ないか分かんないし、まあ、上林もいいところですけども、ここで外野がパチッと岡林がね、普通になってくれたら、もっとこのね、岡林、田中美希でぐるぐる回しながら、クリーンアップのね、中田細川、ね、あと石川上がってきたから、どうなんだろうね、高橋周平のカバーできるのかな。いやもう、だって中日のタティス・ジュニアいるんで、タティスが。タティスがいるんで。3割6分。覚醒やな。覚醒ですよ。かなり。かなり覚醒やな。覚醒ですよ、本当に。あとは、まあ、投手陣ね、投手陣、チーム防御率が 3.06、こちらセ・リーグ4位で、先発防御率 2.96、もうこちらセ・リーグ4位で、救援防御率 3.24 でセ・リーグ最下位、でもこれはちょっと数字上は悪いけども、そんな現実は悪くないね、あのちょっとあのビッグゲーム行かれて、ちょっと防御率落としてるから、その1イニングとかでね、大野もね、この場合いきなり大量失点して、あの、え、何この防御率 9.95 みたいな変な防御率になってるけども、これはもうちょっと仕方ないね、あと松山とかもちょっと最初やらかしただけだから ね、 そうですね、であとメヒアね、太りすぎメヒアね、いやね、うん、ちょっと太りすぎやそう、でもだからね、清水、斎藤光輝、マルチネスは 0-0-0 だからね、うん、全員ね、そうなんですよ、で梅野もいい形の仕事してるしね、うん、勝つのもね、パンパンっていかれたから ね、 だからちょっとね、防御率が悪くなってるけども、そのこの5失点がね、20日のそれがなかったらそんなに防御率悪くないから ね、 そうですね、だからリリーフはちょっとね、まずシーズン序盤っていうところと、あの1イニングありえないビッグイニング行かれちゃってるから防御率悪くなってるから、でもここはそんな心配することじゃないね、防御率悪いのはちょっとね、あの数字と本質は合ってないね、で先発もね、宇部津もいい形だし ね、 ね、もう怪我なかったらね、涌井が頑張ってるもん 0.7 なら、あと大野はまあ怪我からもあるから、ちょっとゆとりある、ゆとりローテーションかな、で、小笠原ね、ポスティングでメジャー行きっていう噂もあるけど ね、 ね、
でたまに投げる松葉がいいアーチ出すんだよね。松葉意外とね、意外と粘り強い、粘り強いし、うん、だからやっぱ投手陣もいい感じだね。だから投手陣いい感じで、昨年はチャンスは作るけどものにできなかったのを、今年はここまでチャンスがものにできてるから。あとなんか粘り強いね、負けるけどもあっさり負けへんもんな今年。なんかおーっと思わせて負けるけどもおーっと思わすところにね、昨年とは違うなっていう。昨年もスンって終わってた早かったですね、うん、早かった。スンってもう抵抗せえへんで、ブブブッスンって終わってた。今年はね、おひょっとしたらっていうのが見せながら、ああ足りひんかったかっていうところで粘り強さもあるからね、まあ、そこら辺は継続だね。だからもう中田が怪我しないことだけ祈ろう。それが一番ですね、うん、ここはちょっといなくなったらね、打線がちょっと大きく変貌するからね、中田がいなくなってディカーソンが代わりできればいいけどね、うん、だからそういったところは打線もうまく回ってるし若手もうまく回ってるから、まあ、ここから奥林がちゃんとね普段通りのことができるようになればもうちょっと押し上げれるからね、うん、まあ、だからちょっと楽しみだね。そうです、まあ、ここから高橋亮とかね、うん、あ、そう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 、今入ってきますから、うん、高橋亮も早く帰ってきてほしいで。そうですよね、怪我人も帰ってきてて、今ちょっと交流戦に向けてはちょっと我慢の時かも分かんないね。ここで我慢しきれたら勝っていくけど、ここでダダダっていかないようにしなきゃいけないね。で続いてロッテ、目を覚ませ寝てんじゃないよちって、飛べないカモメはただのデブだロッテ、現状4位、それでも4位じゃんね。9勝12敗借金差ね、チーム打率2割3分1厘は、セリーグ4位、ホームラン8本セリーグ5位タイ最下位、打点51はセリーグ最下位、 OBS594 セリーグ5位、得点圏打率2割4分3厘セリーグ5位、フォアボールの数48個セリーグ最下位、盗塁数9個セリーグ5位。走りもしてないからね、もう和田が出てきて走るとか見えへんもんな今年。変えきれんのかな選手ね。でバント成功率2割7割1分4厘パ・リーグ5位タイ最下位に等しい、バントもできない。代打成功率2割1分4厘はパ・リーグ4位、エラーの数12個パ・リーグ1位、ダブルプレーの数パリーグ19個パ・リーグ2位。散々やな打撃陣、ね、投手力防御率 3.04 パ・リーグ5位、先発防御率は 2.90 でセリーグパ・リーグ3位で、救援防御率 3.31 はパ・リーグ5位、基本塁打12本パ・リーグ2位、大きく多い、フォアボール68個与えすぎでパ・リーグ2位、被打率2割2分6厘は1234位、だからそんなこと出ないのか。クオリティターズ 59% は 59.09 パ・リーグ2位、援護点 2.25 パ・リーグ最下位。もうこれ答え簡単やな、打てへんもん本当。頼みの綱は、ポランコ外荻野角中、もうおっさん連中ばっかり。どうするん、逆に佐々木朗希でも負けたらもう痛いで。野手佐藤俊也打ってんねん395、やっぱポランコのレフトもきついな、もう全部回ってくるもん ね。で、まあ、DH になったけど外はね2割8分クリーンホームラン1本、ホームランで1本しか打ってないけどまあまあ打ってるしね。でポランコが2割6分3厘でホームラン4本打点8だから、まあ、外国人は最低限にできてるよな、別に文句ないよね。友杉2割7分4厘友杉頑張ってるよね、うん、中村翔吾1割8分4厘どうするのこっから。もう安田が怪我していないからね、なんですね。あどうするのこれ、どうしましょうね。どこまで使い続けるかだね。で藤岡も怪我で帰ってきたけど2割2分5厘とね、まあ全然だしね今のところね。荻野2割6分1厘、角中2割5分、岡2割4分2厘、山口2割1分4厘ホームラン2厘。だからねやっぱりね思って、ロッテのやっぱね一番ダメなところは自社生産ないね全部輸入物、再生工場いや本当だって試合で出んのよ、下手したらチャタニとかチャタニ、外ポランコ、岡、石川とかで昨日代打出てきて、自社生産ですっごいの生産しきられへんねん、そこがやっぱきついとこなんだよ。誰もドラフトで取ってきた野手で球界を代表するような、おわいいねみたいな、だから新しい最近で言えば
あのソフトバンクのじゃあ川村とかね、あとどこやじゃあジャイアンツでもねルーキーの佐々木とかね、そうですね門脇とかね、うん、とか大若いの来たとか DeNA でもねそ石上、井上、渡来とかの若いところとかね、松尾君もそうですね、うん、広島とかもそうだし、ね、中日もね田中美希也とかも、うん、そうだし、まあ、タイガースとかまだ若いのいっぱいいるじゃん。だ中野とかもまだ若いやつだしね、まあ、前川右京がね、そう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 、かロッテも毎年一緒やねん、下からうおーみたいな、おーみたいな出てけへんねん、ずっと一緒なの入れ替わり、あの誰かが押して誰かが上がってくると上がってくるときずっと一緒、ああもう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 みたいな、そのビッグな伸びしろないやん大げさに言うと、やっぱりそれがねダメなんだよね。だからもう俺何回も言ってるけど、ドラフト政策から考え、2025年プロジェクトってなんなんやろな、もう見えへんけどな。俺もスペシャルアドバンスだしから言うでも、はい、もう肩書きないからな、もう好き勝手。そうだからもうポランコ外、荻野角中、活躍する街や、正直おっさん連中が。だからもうあのピッチャーが0点に抑えて虎の子の1点勝ち切っていくしかない。まあまあ でもなポジティブなこと言うよ、ポジティブなこと、はい、去年もさっき挙げたチーム成績全然大したことなかった、どれもそうでした ね、うん、どれも大したことない、はい、でも現実2位だから、はいね、その作戦でいこう。今もこんなにクソみたいな野球してんのに、はい、3位いいねって、はい、ポジティブに考えよう。そうですね、うん、はい、これで6位だったらおいほんまやばいぞってなるけど、まあ、3位にいるわけや、うん、ってことはもうちょっと歯車かみ合っていろんなことしたら、これベンチもねやることできひんで、作戦とかじゃないもん、類出えへんもん類出えへんし、ピッチャーどこまで投げさすとか、いやピッチャー交代遅かったな早かったなちゃうねん、序盤でパンパンパンいかれんで、で終わり反撃のうちだし、ベンチもやることないで、正直起爆剤連れてこい、もうちょっとダメでも若手上げてきて 2,3 試合どうや見て、でそれでダメだったら落とす、よかったら上げるみたいな。だからダメでも中途半端に1軍にいさせるからダメやから、もう2軍でパン落としちゃいいねん、態度とかやめた方がいいで、その抹消してんのに、増田とかも軌道で調整等までもきっちりやられてるし、今後使い方迷うやん。だからもうその甘えでんねん、そのやっぱ一軍にいると楽やから、だからもう全部調整等番とかやめて、ダメなやつは二軍に落としたら、もう登録抹消したら全員落としたらいいねんって。それがそんなに二軍が信用できんのかってことにもなるからね。確かにね、うん、自分たちのところに置いとかないと嫌で二軍は信用できんって、そんな組織が強いわけないじゃん。そういったところではもう2軍に落としたら、ちょっとね、態度じゃなくてパンって2軍行かして、そういったところのしんどさとか厳しさとかも味わわさせた方がいいねんって。もうメンタルアマチュアになってる可能性あるね、ぬるま湯に使ってる可能性ある。でもそのぬるま湯、あの出た風呂出た時にサボってなるやつやねあるやん、あるっすね、うん、たまに風呂を自動に追いだけになってなくて、はい、あれ切れてるけどみたいな、もう一回追いだけするめんどくさいからもうこれでいいわ、まあまあちょっとぬるいなって思ってて、まあでもいっかと思って風呂出た瞬間にふさむってなる、あの感じになってるんで正直、そうですね、うん、外出たもん激寒やで、そのドルマイをどうにかしてやっていかないとね。まあまあでもあのまだ3位だから、4位ですね今。あ、4位だ、4位ですよ、危ないな、もう同率ですよ、同率4位か、同率4位、危ないな、危ないな、危ないですよ、もう下がどん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 来てますよ。4位か、4位ですよ、これちょっとここで兜の王子ね、締めないと、うん、勝って兜の王じゃないからね、負けてるからちゃんと締めとけよって話だからね。いや本当ね、うんうん、もっと心の能力をもっとポテ作成しようとかじゃないもんだよ、なんかもう見てても惜しくもなんともないもん、俺負けなんともない。であのもうリリーフも構築されてないしな、形ないもんな今現状、こうどうやって勝つんやっていう形がないもんね、やばいね。まあこのまこれまあ1ヶ月総チェック、まだ1ヶ月後するから楽しみやなこの劇がどうなってるかね、はい、うん、本当に見えへんで勝ち方今、12球団で唯一勝ち方見えへん。あと今日がスコボル6連敗中だから、マネーズにとったら最悪の収録日になってるこれね、火曜日に出る予定だけども、土日月あるからね、はい、ここで勝ち越してたら状況変わってるから、ね、うん、状況変わってるから、その時は総チェックでいいからね、はい、今現状26日で3連敗したばっかりだから、あ、6連敗したばっかりだからね、ちょっとこう厳しめになってるけどね、まあ、ここ今踏ん張りどころだからね、まあ、とにかくもう先発頑張るしかないね、
先発頑張ってそれこそいろんな作戦して、うん、もう技とか出しても盗塁バンバンさせてで少ない失点あの得点でもそれを逃げ切っていくしかないからね。あとはちょっとリリーフは方程式は構築したいから、うん、誰投げるか分からなかったらキャッチャーも難しいからね。まあ、そういった意味では今我慢の時やからね、はい、もう俺の優勝層を、ね、当てるために必死で頑張ってほしいよね。そうですね。ということで皆さんどうですか。